今回ご紹介する練習方法は、インパクトで強い力を伝えるための練習方法になります。この練習では、引き手はグリップエンドを持ち、そして押し手はバットの真ん中を持ちます。そこから構えて打ちに行く。打ちに行った時に、インパクトの瞬間にこの押し手をずらして、引き手と押し手がくっついた状態でインパクトを迎えるような練習になります。この練習で注意していただきたいのが、手を離した状態でスイングしていくときに、引き手をこのように体の方向に引いてしまうと、うまくインパクトで力が伝わりません。スイングしていくときに、引き手側を引かないように、しっかりとボールの方向に引き手を出していくようにしましょう。それでは練習してみます。Baseball One